ケツも何でもいいけど。しっかり食べてきちゃったな。長さん、あのたけしさんの首ってあったら首。でもたけしさんのよ。山本さん見に行ってるんですよ。ああ、俺もあれ見たいなと思ってる。めちゃくちゃいいです。ああ、そうだろう。何よ。まあ、だから、たけしさんの映画が同じで、一応一応されてんだもんね。いろんなお店に紹介。あの、中村獅童出てて。やっぱ、めちゃくちゃ演技うまいですね。感覚的には、映画はやっぱりいい面と、まあ、それなりのいろんな意味の邪悪的なものは悪っていうか、邪悪っていうのはうまいとそれなりに見られるんですよ。いい映画なんだよな。やっぱりね、みんな楽しいと思わないんだよ。今のこの日本だって一緒だろう。こうやっていいなと食べながら汗水を垂らして働いた人間たちがこうやってちっちゃな店で頑張ってるって。あいつらはさ、朝からチャンネルにテレビに出てキックバックしてハンドバックに行って竜宮城に行ってんだって言われてるやつ。政治家ですね。あれは本当にそれを考えたら、よし行くぞ、言ってんじゃん。お前ら、本当ふざけるのって、あれは、本当だよ。あれ、通せないお金だからしょうがないんだろうな。うちの家庭だったら、朝から、ね、もう起こされて、領収書取ってる。あれは朝から。やってんだよ。みんな世の中そうじゃん。あいつらは使途不明金だよ。最近朝からテレビでそのニュースばっかりだから、民放だって全部やってんだよ。キックバックって一体何？でもどうしようもないんだろうな、お金はね。そのままに置いていけないし。でもあれ、普通だったら、ここでって、あれは、でも納付されるわけじゃん。あれをさ、出来の罪に問わないっていうの、あいつら、エリオ正し、何十年前からエリオ正し、これは多分本当に聞くの、知りまりな、エリなんか立つわけねえよ。これ持ってもらってもいいですか。忘れないうちにやんなきゃ。これ食べるもん。食べるもんです。お風呂に入ってるやつ。全然かい。シグマリン最強って言ってて。ハクレさん、ありがとうございます。本当に効くよ、これ。ちょっとさんもお願いします。ちょっとさんもちょっとお願いします。一枚だけですね。ってなったら、はい。ちょっと待ってください。そのまんま。はい、もう一枚いきます。いや、もう一枚で。はい。おめでとうございます。大丈夫です。すごいね、これ。これ食べ物もいや、大丈夫です。これ入浴剤です。はい、取れて。ちょっともうちょっとはい、これでいい、十分もういいありがとうございます。服部さんめっちゃいい笑顔ですよ。あ、そうバスボール、バスボールバスボールが溶けたら、これの何かが入ってる。溶けたら、いろんな調査が出てる。もうわかんない。これでさ、あげてもろて。なんだ、あまり面白そうじゃないな。そんなことないですよ。さきやんが招待してあげたの。そんなことないですよ。もう楽しくてしょうがないです。
大変だね、この仕事もね。なるの？いや、これまあ、まあ、まあ、撮ってるだけなんで。はい、回してるだけですから。まあ、この仕事もやってんの？編集したの？はい。はい。じゃあ、それは一人いるんですよね。はい、もう一人編集する人間がいるんで。無駄な時間っていうか、いや、無駄な時間とは言わないけど、そういうことは控えの。もっとなんか違う、ちゃんと家に帰って子供もいるし、そう、その問いかけやめてくださいよ、今日だけは。それがお前のやりたいことかっていう。同じじゃん。同じ。俺だってもうあんまりやるだろ。いやいやいや。はい、わかります。なんか僕はやりたいですよ。まあそうだよね、今最近 YouTuber ってみんな捕まっていってんだよ。本当に長州さんは意欲的にやってないから捕まることもないですね、はい、YouTuber はなんで捕まっちゃうの？捕まってる、うん、やらそうそう、なんかちょっと過激なことやろうとしすぎて企画で、そういうことか、はい、うん、ああ、法律違反、はい、キックバックと一緒だよ。キックバックエスカレートしちゃうんでしょうね。そうだよ。でも言うて、でもさ、なんか食べたの？食べたね。本当に。みんなそれぞれの生き方していくんだね、人生ってね。大変でね。大変だ。いやいや、そんなことないです。何を？大変なのは俺の方だよ。はい。わがままだし、そんなことないです。あっという間に来るぞ。短いもんだよ。本当に。本当に。まだもうなんか最近一日一日をなんか楽しく、うん、過ごそうと、なんか考えたことのない意識が芽生えてる。だからあんまり嫌なことに触りたくないっていうのある。面倒くさくなってる。いや、面倒くさいっていうか、もう無駄口叩いて腹立たないから、そういう時代になっていく。今日、タティアンといろいろ話したよ。そうそう、これうまいよ。はい、あ、いただきます。いや、これもう2袋も入れたから。これワンチームだ。3人ぐらい。これだと、何のワンチーム？はい、もう、もうあと2、3人いるんですけどね。まだいいの？大変だ。見えない。ああ、もう扱うの大変だな。だからこんな楽しい時間を、楽しいっていうか、こうやって久しぶりに会って話するの。まだ引っ張られて、まだ。どうしようね。今度本当ですよ。人間変わっていくよ。いや本当ですよね、うん、理解してないな。いや理解してます全然してます。いや本当変わっていくよ。今日改めてですよ、長州さんと15年ですよ。15年再結成15年ですよ。すごいね。あのパン粉作るあの壊されてハトリに車マシンガンで撃たれたよ。あの頃やばかったから15年溶かしてやろうと思って。よく我慢したね。いやいや、どういう意味だ。次行ったらもう30年経つね。我慢したは俺の方だよ、正直言って。いや正直だよ、我慢したは俺の方、うん、その時思ったよ、ちょっとただもんじゃないな。15年前大変なことだよね。